科学者と頭、寺田虎彦。私に親しいある老科学者がある日私に次のようなことを語って聞かせた。科学者になるには頭が良くなくてはいけない。これは普通世人の口にする一つの命題である。これはある意味では本当だと思われる。しかし一方でまた、科学者は頭が悪くなくてはいけないという命題も、ある意味ではやはり本当である。そうしてこの後の方の命題は、それを指摘し解説する人が比較的少数である。この一見相反する二つの命題は、実は一つのものの互いに対立し共存する二つの反面を表現するものである。この見かけ上のパラドックスは、実は頭という言葉の内容に関する定義の曖昧不鮮明から生まれることはもちろんである。論理の連鎖のただ一つの輪をも取り失わないように、また混乱の中に部分と全体との関係を見失わないようにするためには、正確でかつ緻密な頭脳を要する。紛糾した可能性の岐路に立った時に、取るべき道を誤らないためには、前途を見通す内察と直感の力を持たなければならない。すなわちこの意味では、確かに科学者は頭が良くなくてはならないのである。しかしまた、普通に、いわゆる常識的に分かりきったと思われることで、そうして普通の意味でいわゆる頭の悪い人にでも容易に分かったと思われるような尋常茶飯事の中に、何かしら不可解な疑点を認め、そうしてその鮮明に釘んするということが、単なる科学教育者にはとにかく、科学的研究に従事する者にはさらに一層重要必須なことである。この点で科学者は普通の頭の悪い人よりも、もっともっと物分かりの悪い、飲み込みの悪い田舎者であり、牧年人でならなければならない。いわゆる頭のいい人は、いわば足の速い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かないところへ行き着くこともできる代わりに、途中の道端あるいはちょっとした脇道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪い人、足の呪い人がずっと後から遅れてきて、わけもなくその大事な宝物を拾ってゆく場合がある。頭のいい人はいわば富士の裾野まで来て、そこから頂上を眺めただけで、それで富士の全体を飲み込んで東京へ引き返すという心配がある。富士はやはり登ってみなければわからない。頭のいい人は見通しが利くだけに、あらゆる道筋の前途の難関が見渡される。少なくとも自分でそういう気がする。そのためにややもすると前進する勇気を粗相しやすい。頭の悪い人は前途に霧がかかっているためにかえって楽観的である。そうして難関に出会っても存外どうにかしてそれを切り抜けてゆく。どうにも抜けられない難関というのは極めて稀だからである。それで見学の徒はあまり頭のいい先生にうっかり助言を請うてはいけない。きっと前途に頂上する難関を一つ一つしらみつぶしに埋挙されて、そうして自分のせっかく楽しみにしている木との絶望を宣告されるからである。一切構わず着手してみると、存外指摘された難関は楽に始末がついて、指摘されなかった意外な難点に出会うこともある。頭の良い人はあまりに多くの頭の力を過信する恐れがある。その結果として、自然が我々に表示する現象が自分の頭で考えたことと一致しない場合に、自然の方が間違っているかのように考える恐れがある。まさかそれほどでなくても、そういったような傾向になる恐れがある。これでは自然科学は自然の科学でなくなる。一方でまた、自分の思ったような結果が出た時に、それが実は思ったとは別の原因のために生じた偶然の結果でありはしないかという可能性を吟味するという大事な仕事を忘れる恐れがある。頭の悪い人は、頭のいい人が考えて初めからダメに決まっているような試みを一生懸命に続けている。やっとそれがダメとわかる頃には、しかし大抵
何かしらダメでない他のものの糸口を取り上げている。そうしてそれは、その初めからダメな試みをあえてしなかった人には、決して手に触れる機会のないような糸口である場合も少なくない。自然は、所宅の前で手をつかねて空中に絵を描いている人からは逃げ出して、自然の真ん中へ赤裸で飛び込んでくる人にのみ、その神秘の扉を開いてみせるからである。頭のいい人には恋ができない。恋は盲目である。科学者になるには自然を恋人としなければならない。自然はやはりその恋人にのみ真心を打ち明けるものである。科学の歴史はある意味では錯覚と失策の歴史である。偉大なる愚者の頭の悪い能率の悪い仕事の歴史である。頭のいい人は批評家に適するが、好意の人にはなりにくい。すべての行為には危険が伴うからである。怪我を恐れる人は大工にはなれない。失敗を怖がる人は科学者にはなれない。科学もやはり頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた殿堂であり、地の川のほとりに咲いた花園である。一心の利害に対して頭が良い人は戦士にはなりにくい。頭のいい人には他人の仕事の荒が目につきやすい。その結果として自然に他人のすることが愚かに見え、従って自分が誰よりも賢いというような錯覚に陥りやすい。そうなると自然の結果として自分の向上心に緩みが出て、やがてその人の進歩が止まってしまう。頭の悪い人には他人の仕事が大抵みんな立派に見えると同時に、また偉い人の仕事でも自分にもできそうな気がするので、おのずから自分の向上心を刺激されるということもあるのである。頭のいい人で、人の仕事のあらはわかるが、自分の仕事のあらは見えないという程度の人がある。そういう人は、人の仕事を腐しながらも自分で何かしら仕事をして、そうして学会に幾分の貢献をする。しかしもう一層頭が良くて、自分の仕事の荒も見えるという人がある。そういう人になると、どこまで研究しても結末がつかない。それで結局、研究の結果をまとめないで終わる。すなわち何もしなかったのと、実証的な見地からは同等になる。そういう人は何でもわかっているが、ただ、人間は過去の動物である、という事実だけを忘却しているのである。一方ではまた、大小方円の見境もつかないほどに頭が悪いおかげで、大胆な実験をし、大胆な理論を公にし、その結果として100の間違いのうちに一つ二つの真を見つけ出して、学会に何がしかの貢献をし、また誤って大家の名を博することさえある。しかし科学の世界では、すべての間違いは泡沫のように消えて、真なもののみが生き残る。それで何もしない人よりは何かした人の方が科学に貢献するわけである。頭のいい学者はまた何か思いついた仕事があった場合にでも、その仕事が結果の価値という点から見ると、せっかく骨を折っても結局大した重要なものになりそうもないという見込みをつけて着手しないで終わる場合が多い。しかし頭の悪い学者はそんな見込みが立たないために、人からは極めてつまらないと思われることでも、何でもがむしゃらに仕事に取り付いて、脇目も振らずに進行していく。そうしているうちに、初めには予期しなかったような重大な結果にぶつかる機会も決して少なくはない。この場合にも、頭のいい人は人間の頭の力を買いかぶって、天然の無際限な奥行きを忘却するのである。科学的研究の結果の価値は、それが現れるまでは大抵誰にもわからない。また、結果が出た時には誰も認めなかった価値が、10年100年の後に初めて認められることも珍しくはない。頭が良くて、そうして自分を頭がいいと思い、利口だと思う人は、先生にはなれても科学者にはなれない。人間の頭の力の限界を自覚して、大自然の前に、愚かな赤裸の自分を投げ出し、
そうしてただ大自然の直接の教えにのみ傾聴する覚悟があって、初めて科学者になれるのである。しかしそれだけでは科学者にはなれないことももちろんである。やはり観察と分析と推理の正確周到を必要とするのは言うまでもないことである。つまり頭が悪いと同時に頭が良くなくてはならないのである。この事実に対する認識の不足が科学の正常なる進歩を阻害する場合がしばしばある。これは科学に携わるほどの人々の慎重な精察を要することと思われる。最後にもう一つ、頭のいいことに年少気鋭の科学者が科学者としては立派な科学者でも時として陥る一つの錯覚がある。それは科学が人間の知恵のすべてであるもののように考えることである。科学は孔子のいわゆる学物の学であって知知の一部に過ぎない。しかるに現在の科学の国土はまだウパニシャドや老子やソクラテスの世界との通路を一筋でも持っていない。芭蕉や広重の世界にも手を出す手がかりを持っていない。そういう別の世界の存在はしかし人間の事実である。理屈ではない。そういう事実を無視して科学ばかりが学のように思い誤り思い上がるのは、その人が科学者であるには妨げないとしても、認識の人であるためには少なからざる障害となるであろう。これも分かりきったことのようであって、しばしば忘られがちなことであり、そうして忘れてはならないことの一つであろうと思われる。この老科学者の夜迷い事を読んで、不快に感ずる人はきっと羨むべき優れた頭のいい学者であろう。またこれを読んで、会心の笑みを漏らす人は、またきっと羨むべく頭の悪い立派な科学者であろう。これを読んで何事をも考えない人は、おそらく科学の世界には縁のない科学教育者か科学商人の類であろうと思われる。昭和8年10月、鉄塔。